西口片岡駅は、栃木県八板市片岡にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である、宇都宮線の愛称区間に含まれている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線の地上駅であるが、二番線は、河川が撤去された上で、ホームにもフェンスが設置されており、現在は二面二線のみが使用されている。 ホームは2016年度にかさ上げされた。アトス導入区間にあるため、自動放送が導入されており、新駅舎化後は、発車表もコンコースに設けられている。業務委託駅、簡易水カ改札機設置駅。駅舎は2015年3月19日に供用が開始された、強状駅舎である。ホーム脇には、旧駅舎時代から、 山津辻が植えられており、京城駅舎課後も大部分は引き続き存続し、開花時期にはライトアップがなされていた。2021年2月、すべて伐採された。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は532人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。